以前の動画で関連の第三者委員会の報告書を紹介したんですけども、まあその中に童話とか人権とか部落の話も出てきて、それをマスメディアは無視してるんじゃないかって言ったんですけども、ここに来て、京都新聞が頑張って結構確信に迫ってるんですね。ちょっと読んでみましょうか。綾部市の職員だった森山氏は69年高浜町に 企画室主管のポストで入庁。ほぼ同時期にブラック解放同盟、福井県連合会の書記長にもついた。2年程度で辞任したが、その後も顧問の肩書きを使い、被差別ブラグの要望を県に伝える交渉の場に参加した。退治した元県幹部は、童話地区の人権向上を真剣に考えていたと解雇する。一方、こっちがですね、ブラック解放同盟が2019年10月7日に出したコメントですね。これにはね、 森山氏自身による私利私欲という問題にブラク解放同盟とした一切の関与も存在しないという点であると。ブラク解放同盟、福井県連の初期長だった森山氏は2年間初期長の要職についている、しかしその言動が高浜町への厳しい指摘であったり、福井県に対する過度な指摘等が問題とされ、2年で初期長職を解任されており、それ以降高浜町の職員として従事するようになる。 解放同盟内で影響力を持っていたのは2年間の初期長当時だけであり、それ以降は解放同盟福井県連や高浜町支部の運営等において関与することはなく、これね、矛盾していますよね。京都新聞に書かれていることと違うんですね。京都新聞だと、解任じゃなくて辞任って書いてあるし、解放同盟の顧問の肩書きを持ってたっていうふうに書いてあるんですね。で、交渉の場にも出てたと。 まあ、関連の報告書にもあったんですよ。時系列からすると、1970年に、えー、解放同盟の初期長になったと森山氏が。71年に辞任してるんですけども、その時同時に高浜町の課長級になってるんですよ。だから、これで、ね、ぶっちゃけで言うと、森山さんの言動が問題とされて解放同盟を解任されたんじゃなくて、 単にね、高浜町の課長級になったんで、それで解放同盟のトップを兼ねるっていうのは差し触りがあるからやめたんじゃないかっていうふうに考えるのが自然だと思うんですよ。京都新聞の言う通りだとすると、解放同盟から離れたわけじゃなくて、やっぱり解放同盟に席を置いてたし、しかも顧問っていう肩書きを持ってて、その活動に参加してたっていうことになるんですね。それでこれからは我々の独自に取材した部分なんですけども、 解放同盟と福井県の懇談会の記録というものがあるんです。これ、福井県がね、情報公開請求に応じて公開したものです。これ、平成13年、えー、西暦で言うと2001年の頃のことですね。ブラック解放同盟側40名参加。で、中央本部他県役員。で、福井県側45名。だから、すごい大きな懇談会ですね。まあ、行政交渉っていうやつですね。 これが福井県側の関係者です。すごいですね。部長級、局長級、課長級、そういうのがもう勢ぞろいしてます。それで解放同盟側のね、発言っていうのをちょっとここで音読してみるんですけども、今言うことは分かった言うて A んとっちゃうか。ま、相談してくれたら A、ええ、だけど相談して言うこと聞かなんだらあかんで、自分たちで考えたら何も相談のうちに入らん。かっこ少し語気を荒げて、そんだけや。 ま、そんなに言わんでも分かった。それはそうと局長、お前は人ごとのようにここに、眼首だけ揃えて、部長は汗かいてもて、部長その話はわしの方で引き受ける言うて、ナン振興局の局長やさ井に、若さの友様は、お前やぞ。そんなことはあ、ま、当たり前のことなんやで。 今日は分かった言うて若さの殿さんはあんたや。すごいですね。なんかもう人権団体って感じがしないですね。もう物言いがヤクザみたいな感じで。パワハラでしょ。役にも人間なんだから、とても相手の人格を尊重した言い方には思えないし。国井県のね、これ、会議録なんですよ。ご郷ょあらけ、けてっていうことまで書いてあるし。で、まあ解放同盟の関係者自身も部長は汗かいてモテっていうから、もうどういう様子かわかるでしょ、これ。 この身分差別に反対するような団体はね、若さの殿さんはあんたやとかすごい言い方だと思うんですけども、ちょっとこれを見たらね、もう解放同盟っていうのがとても差別解消とか人権擁護とかまあそういう団体じゃないように見えるんですよね。むしろ逆のことをやってるんじゃないかと。これが昔のことかっていうとそうでもないです。これ平成29年だから結構最近ですね。この時も、 同じようなの段階をやってるんですよ。まあ、昔のよりはちょっとは規模が小さくなってるみたいですけど、これね、解放同盟はあの、個人名とかね、あと地名なんかも黒塗りされちゃってるんですよ。もう大体わかるんですよね。離岸て昇波ブロッコやな、そこで奥に作るか、もちろん現在の昇波堤に続けるか、別としては奥に作らないと、河口の奥に作らないと、そんなもん波を、あんな波をな。 当分な、難しい。そんなあんた、加工には言うけどな、それしか方法はないと思う。ほにゃらら、海岸かって、現在の昇波堤は童話対策事業でやってきているわけや。ということは、童話対策事業の不完全さが今出とるわけちゃう。それは、他の県もや、事故用やで、それがない限り、つまれたってもあのままやんか。うちの海岸だけやで、それこそ言うたら楽するかだけやで、あんたら。と、まあ、こんな風にね、喋り方がいちいち、 え、王兵で。もうなんか関西のヤクザっていう感じなんだけども、うん。ただ内容も結構興味深いんですよね。えー、昭波って、あれ多分ね、西三松の海岸のあそこのことかのかなと思うんですよね。前に行った時まさに工事中だったんですけども。だからああいうのも童話対策でやってるっていうのはこういうところでわかるんですよね。もう一つ気になるのは、関連の報告書では、県の担当者をね、 森山さんが、同活したりだとか、失、う、席、ん、したりして、担当者も自分の言いなりなんだぞっていう風に関連に見せつけてたと。で、解放同盟側のコメントだと、まあそういったね、森山さんの態度が原因で解任されたように言ってるんだけども、じゃあこれ、2001年とかね、で平成29年とかこれになるともう森山さん、解放同盟にいないはずなんでね、この解放同盟の中央本部のコメントが本当なら。 だけど、相変わらず、すごく大変な態度を取ってるし、まあ、童話事業とか言って、そういう地元の防波堤の工事なんかも、こう、要求してるんですよね、県の方に。だから、その、高浜町とか福井県に対する過度な指摘っていうのが原因で、森山さんが解任されたっていうふうにはとても見えないわけですよね。京都新聞の報道を信じるんであれば、 ああいった交渉に森山さんも加わってたはずなんですね。ただ、福井県がね、開示した記録だと個人名は黒塗りにされてるんで、ひょっとすると森山さんの名前もあるかもしれないんですけども、それは現時点では確認できないですね。ただ、いずれにしてもね、解放同盟関係ないっていうのは通らないと思います。現に、こうやって福井県の職員を解放同盟が、言ってみればもう同活失筆してるんですよ。それはもう事実です。もう福井県の公文書から明らかなんで。で、しかも、 えー、解放同盟福井県連、これ実質的には西三松のね、えー、高浜町支部なんですけども、それだけじゃなくて中央本部も加わってると。で、他の県連からも応援に来てると。だからもう解放同盟の中央本部関係ないじゃこれ通らないんじゃないですかね。仮にじゃあ森山さんと関係なかったとしても、 どっちにしろこの中央本部とかにしても、こうやって地元の支部はね、県の役人にこうやって厳しい言葉を使ってヤクザ区長みたいな感じで交渉して、そういうのを見てたわけでしょこれって本当に人権擁護というか部落解放に資する活動なのかなっていうところは説明するべきだと思います。解放同盟の交渉って僕あんまりいい話を聞かないんですね。九州でやってた交渉とかね、あと有名どころでは長野県。 田中康夫の時代にその交渉の内容、録音したのをネットで公開してたりっていうのを聞いたことあるんですけども、もうひどいですよね。罵せ浴びせたりっていうのもあるし、あとは泣き落としですね。もう、もう女のドメインが泣き始めるんですよ。差別されてとか言って。 まあこういう解放度の交渉ってもう行政相手だろうと企業だろうとこれ言ってみればもうパワハラだしであるしもう搾取ですよねこうやって2時間半ぐらい時間取らせてるんですかそれにかかる費用っていうのは結局税金がし原資だったりするし企業だったらその分消費者とかねまあ労働者の労働時間が割かれるわけだから でこういう人権研修とかね、この懇談会とか、ま、いろいろ名前を捨せるんだけど、こういうものはもう確実にもう搾取だし人権侵害なんですよ。で、なおかつこういうものはやっぱりブラック差別を温存してると思うんで、もう役所とか企業はもうしっかり断った方がいいと思います。やっぱ世の中の流れとしてね、無駄なことや不愉快なことっていうのは関わるべきじゃないんですよ。根性論とかでもうそういうものはもう排除していくべき時代なんでね。 だから相手が差別だ差別だって言おうともう無駄だしね不愉快だって思うことは、えー、断っていくっていうふうにしていった方がいいんじゃないかと思います。ということで今日の啓発動画でした。